日殺川車塚古墳は、京都府常用市日向川車塚にある古墳。形状は、前方公園墳。日殺川古墳群を構成する古墳の一つ。国の史跡に指定され、出土橋、長持ち形石管は、国の重要文化財に指定されている。南山城地方では、最大規模の古墳で、5世紀前半頃の築造と、推定される。現在は、 JR 奈良線によって、古墳が二つに分断される形となっている。朝陽市北部、木津川右岸の丘陵地に築造された、大型前方公園墳である。丘陵一帯では、本古墳や丸塚古墳、芭蕉塚古墳の大型古墳三基を含む、古墳百基以上からなる被殺川古墳群の分布が、知られる。調査は1894年の未洞屈石貫。 複装品の発見を契機とし、これまでに数字の発掘調査が実施されている。運計は前方五円形で前方部を南方に向ける。墳丘は三段築成墳丘長は約180メートルを測るが、これは日殺川古墳群中では最大規模で南山城地方でも最大規模になる。首レブ西側には作り出が付される。 紛糾表面では、吹石や、角段に、埴輪列が検出されているほか、紛糾周囲には二重の集合が巡らされる。主体部の埋葬施設は、公園部中央で長持ち形石棺時下層一基、西側作りでで、組合式木棺時下層一基が確認されており、それぞれ副葬品も検出されている。この被殺川車塚古墳は、 古墳時代中期前半の5世紀前半の築造と推定される。日殺川古墳群中では丸塚古墳と同時期の築造で、ついで果実塚古墳が築造される。その規模、内容から南山城地方を治めた大主張の墓と推測される。古墳域は1979年に国の史跡に指定されている。また出土境。 湿度石管は、それぞれ1953年1991年に、国の重要文化財に指定されている。古墳の規模は次の通り。墳丘首レブ西側に付される、作りでは、全体が、円筒埴に割れつで移乗され、その内側では北半を、土器、土製品による、食物ともコンビレの場とし、南半を埋葬施設とする。 作り出における埋葬施設の存在は、珍しい例として注目され、作り出表面では、大型の継承刃庭群も検出されている。墳丘周囲には二重の集合が巡らされており、集合外側の外包みは幅8メートル以上を測る。この、外堤上には二重の刃庭列が巡らされている。また、公園部西側の集合内では、私土堤が認められている。 西側作りでの舞の母校2016年度の発掘調査時主体部の埋葬施設としては公園部中央において長持ち形石棺一基の自活層が認められているこの石棺は1894年の奈良鉄道線の布設工事の際に発見されたもので石棺主軸は紛糾主軸と平行の南北方向とする石棺の石材は 業界岩6枚により、外石、即石には、縄掛け突起を付し、石棺の前後には、割石積みによる、小さな石質も形成されている。また、石棺の出土の際には、銅鏡など、多数の副葬品も出土している。この長持ち形石棺は、国の重要文化財に指定されており、実物は現在京都大学総合博物館に保存。 展示されているほか、レプリカがゴリゴリ館や、ふるさとミュージアム山城に展示されている。他の埋葬施設として、前述のように西側首レブの作り手においても、組合式木管一基の自家層が確認されている。木管は幅約67センチメートルで、墓工程に粘土を敷いた上に据えられ、管内以外から副葬品が検出されている。 三角円指示に四十橋千億博古立展示。昇格付け株と東京国立博物館展示。昇格付け株と天理大学附属天理参考館展示。長持ち形石棺の副装品西側作りでの木管の副装品派には所在地交通アクセス関連施設周辺。ありがとうございます。